どうも、いつも楽をしたいゲーム配信者、高尾ネスです。今回は、工場キャラ、プリズムリバー3姉妹の次女、メルランの性能解説です。3体同時、日替わりのピックアップ、そして、フェス限マミゾーの実装で敬遠された彼女でありますが、実は工場キャラの中でも、かなり使い勝手の良い強キャラに位置する性能であることが分かりました。まずはステータスから、体力、陽光、速力が高めで、それ以外は低いといった感じです。能力は、フリー属性から受けるダメージの軽減で、防御面のボルサをカバーします。そして結果以上帯電を受けないため、グレイズ不使用でも帯電による行動キャンセルを気にしなくて済む利点があります。スキル構成は超優秀です。まずジャミングパイプ、こちらは最大レベルで結果以上凍結を確定で2枚付与します。主にコーマ島で結果以上ブレイクが有効な戦術であるがゆえに、全体結果以上2枚付与可能なキャラはそれだけで人権なので、このスキルだけでも転用する価値があります。結果以上ブレイクを最大限に活かすために必ずレベル10にしたいところです。その他スキルにファストがついています。フルオート以外であれば編成キャラによって先に動くかどうか選択することも可能です。次は突撃ラッパ、全体で陽光要望を最大2段階ダウンします。全体防御ダウン持ちはコーマ島攻略に必要なので、こちらも必ずレベル10にしましょう。次はオールナイト騒音、最大で速力回避を2段階ダウンします。全体で回避2段階ダウンと、こちらもコーマ島攻略に欲しいスキルなのでレベル10にしておきましょう。このように全体結果以上回避防御ダウンとコーマ島サポートに欲しいものが一式揃っているので、ラストワードを解放していなくてもスキルレベル上げはしっかりしてほしいところです。特性1、2に関して限定的なダメージ軽減になるので特筆することはありませんが、特性3はウェーブ開始時に 50% の確率で結果以上凍結を1枚単体付与するので解放しても良いかもしれません。ただし昇格素材が5多分に漏れずえぐいので無理はしなくても良いでしょう。必要昇格金素材はこちらです。実装キャラの関係で最近枯渇しがちな虎、雲の巻を大量に使うのが悩ましいところです。連携はパワー連携、連携でも仲間のサポートをしっかりできるのが大きいです。連携ボーナスはこちらです。強力な要望デバフの後に陽気メインのユユコを前に出すと、ユユコの霊力上昇スキルも合わせて3ブーストラストワードが打てるだけでなく、ユユコ自身もパワー連携持ちなので前衛全体に霊力付与できるのも強いです。次はショットスペルカードです。共通して命中率 75%、 クリティカル率 5%、 ブースト追加型に関してショットは221型、スペルカードラストワードは311型です。まずは拡散ショットから、単体攻撃すべてエネルギー弾、バレット構成はこちらです。霊的存在特攻はこちらです。必中弾のほか、ブーストで貴族性バレットが追加されますが、単体攻撃、拡散ショットなどで霊力上昇目的でブーストなしで使う方が良いでしょう。次は集中ショット、全体攻撃すべてエネルギー弾、バレット構成はこちらです。インドア派特攻はこちらです。ブースト追加の貴族性バレットが必中弾に該当するので、唯一の全体攻撃である点も踏まえて全体弱点ブレイク狙いでブーストしても良いかもしれません。次はスペルカードです。まずゴーストクリフォード、単体攻撃すべてエネルギー弾、バレット構成はこちらです。1バレット目に硬質弾がありますが、防御力が低いので気休め程度と認識します。1ブーストで貴族性バレットが2になるため、場合によっては弱点ブレイクにも使えるでしょう。攻撃前スペカ効果は星5覚醒で速力回避2段階ダウン、装備推奨絵札は陽光上昇または霊力上昇するもので良いでしょう。回避ダウン、そして1ブーストでバレットが3つ追加されるため、ダメージソースとして3ウェーブ探索での全体攻撃耐性持ち対策に使えそうです。次はメルランハッピーライブ、単体攻撃すべてエネルギー弾、バレット構成はこちらです。1バレット目が残裂弾で、メルラン自身の速力はそこそこではありますが、速力上昇手段がないためこちらも気休め程度と認識します。1ブーストで水属性が2つになるため、こちらも場合によっては弱点ブレイクに使えるでしょう。攻撃前スペッカ効果は
星5覚醒で結界以上凍結2枚付与、単体回避2段階ダウン、装備推奨絵札は陽光上昇または霊力上昇絵札で良いでしょう。1ブーストでバレットが3つ追加されるため、こちらも3ウェーブ探索での全体攻撃耐性持ち対策や、単体ではありますが結界以上凍結を2枚付与するので結界以上ブレイクの補助としても活用できるでしょう。スペルカード2種共通で回避2段階ダウンがあるため、速力の速さを生かし先制して回避デバフを入れ、仲間のサポートという使い方も有効です。そして次はラストワード、オーラスアンコール、メルランソロパート、単体攻撃すべてエネルギー弾。バレット構成はこちらです。木属性、水属性バレット構成。1ブーストで水属性バレットが3、最大で4になるため、特に単体の水属性弱点ブレイクに有効です。攻撃前スペッカ効果は星5覚醒で、陽光、陽防3段階ダウン、陽防に深いデバフを入れられるのが大きいです。装備推奨絵札は陽光上昇絵札、特に水属性の威力を 10% アップする役向けの人々が良いでしょう。また、数ターンかけて他のスペルカードで陽光上昇のセットアップが可能であるなら、貫突でエネルギー弾威力 30% アップ、木属性威力 25% アップするサンダービートを装備しても良いでしょう。スキルと合わせて最大で要望5段階ダウン、回避2段階ダウンに加え、ブースト追加型も3・1・1型のため、敵が1体探索の1ウェーブフルオートにおいて、抜群の火力と安定性を発揮できるため、周回性能は高いです。それだけにとどまらず、サポート性能も高いため、全体要望ダウン、回避ダウンを生かすために、相方は強力な自己バフを持つ全体陽気アタッカーが良いでしょう。赤魔理沙フルオートにおいて、優香や天使がいれば安定してフルオート1ターンキル可能になるでしょう。ただしテイほど深い要望デバフを入れられないので、相方がユイコだと打ち漏らす頻度が高くなります。また引き合いに出されるサグメに関しては、スキルとラストワード合計で全体5段階要望ダウンが可能であり、全体攻撃火力キャラとの組み合わせにおいてはテイやサグメに劣ってしまいます。ただし高魔刀において無料回復だけで済ましたい場合、できればテイサグメを切りたくないと思うので、そういう時にメルランがいれば代役になるでしょう。編成例の一つとして、強力な陽光単体火力アタッカー河川や悟りがいれば、悟り、メルラン、河川という3人編成で全体攻撃耐性を使用してくる階層の敵への有効打になります。河川、メルランがパワー連携持ちであるため、最初に前衛を全員パワー連携持ちにして霊力上昇をうまく付与すれば、3人とも3ブーストラストワードを打つことが可能になります。ただしメルランは連携ボーナスありの優子と編成するのが必須である点、悟りは一番最初に編成する点には注意してください。実際に霊力上昇を確認してみます。このように交代した3人がフルブーストできる状態になっております。余談として最近の実装キャラは硬質弾、残裂弾の補正値が高い傾向にあるようなので、メルランのラストワード1バレット目、硬質弾の威力変化を軽く見ていきます。最初にメルランソロでの1ブーストラストワード、こんな感じですね。霊夢とゆかりはスキルとブーストに要望上昇があるため、パワー連携を駆使しメルランの要望をできるだけ上昇させます。まず霊夢、ゆかりを前に出します。そしてフルオート、計算すると合計で要望9段階上昇になります。
先ほどより明らかにダメージが上がっております。実用性は別として補正値自体は高そうです。今回メルランの性能解説でしたが、自身の火力もあり、全体防御、回避デバフ、パワー連携に結界異常付与と工場キャラにしては十分すぎるほど活躍可能なので、個人的にはかなりプッシュしたいキャラです。引いた人は余裕があればぜひ育成しましょう。今回の動画はこれでおしまいです。このチャンネルでは東方ロストワードをメインに動画投稿しますので、よかったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。